コ監督シメオネがハム負傷した瞬間がこちら。CL ベスト16、インテル VS アトレティコにて。ディエゴ・シメオネをコーチとして迎えるのはエンターテイメントだ。40代になってスロージョギングを超えるランニングをしようとすると、レアル・マドリードでの技ある。私が人生で少しスピードを上げ始めると、健康という強者が私を止めるんだ。シメオネあんま見たことない喜び方してた。PK 戦は心臓に悪いねほんと。シメオネ監督が憎ってるわらわら、俺も気をつけないと。これだからシメオネ好きなのよ。クロップと同じ劇場型監督。興奮して心臓発作を起こさないか心配だ。そして PK 戦の末勝利、この表情である。シメオネの目にも涙、熱い勝利だな。やっぱり苦しかったんだろうなと、ここ数試合思うような結果が出せずいつものチョロらしさが消えかけていた。アウェイでのことは全て責任を取るとも言っていた。本当に辛い時を過ごしていたのだろう。だからこそこの男なき、この勝利はチーム以上にこの男にとって一番大きな勝利だろう。じいさんかっけーよ、マドリーと決勝で会いましょう。脳に体が追いつかない高齢者特有の悲しき現象。